ボンジュール。さあ、いよいよ夏が近づいてきましたけども、なんとですね、占星術と数秘術をね、テーマにした第1回占星術数秘術フェスっていうのがね、行われるんですけども、私はタロット占い師よ。え、だから何でいるかって、ムンロジもね、出演するんですよ。6月8日ね、土曜日ですけども、夕方の5時から7時の、オンラインでね、サロン形式で、まあもちろんタロット占いと、数秘、占星術はとても密室なつながりがありましてですね、もともとタロットっていうのは西洋の占星術をベースにしてまして、タロットには小アルカナは1から10まで、トランプみたいにね、数があるんですけど、やっぱり数はとても、タロットにおいても大事なものを持ってまして、私なりのタロット占いを通じて見ている占星術と、数秘術について、ムンロージ初公開のマンダラとですね、星座別タロット占いとしてですね、あるファッションサイトで今毎週やってるんですけど、大好評でして、そこら辺のちょっと種明かしを含めてね、タロットと占星術の関わりについて、まあ講義をしながら皆さんの質問と、ね、対話形式でやっていこうと思ってます。夕方からですけども、その前に、お昼ぐらいからね、実際にここでタロットも占って、そのままもしよかったらこちらにサロンに参加していただくみたいな、そんな形をとって、ネットでね、皆さんも参加できますんで、ぜひ楽しみにしてくださいね。それでは皆さん、6月8日よ、オーバー。